ろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、すみません、早速ですけれども、はい、自己紹介をいただいてよろしいですか。はい、宮野玄明と申します。はい、玄明というのはどういう字を書くんでしょうか。黒人の黒に、はい、で、妙、はい、女偏に少ないと書くんですけども、はい、玄明と呼んでいます。はい、宮野さんは書道と出会ってどれぐらいになるんでしょうか。書というか、修士は、はい、まあ、小学校の3年生か2年生ぐらい、うん、はい、10歳、9歳ぐらいからだと思うんですけども、はい、その時から中学校までですかね、はい、やってたんですけど、本格的に始めたのは、30歳の時からなので、うん、はい、今は49ですから、はい、19年前ぐらいですか。すごい、はいはい、でそこから墨絵に転じたきっかけですか。はい、書をやってたの で、で本格的にするためには書法という、はい、その半紙のとかその紙の空間の中に、はい、書を入れるだけではやっぱり良くなくって、はい、絵のように、はい、その配置っていうのが、はい、必要になってくるんですよ。はい、字じゃなくただ字を書くだけじゃ当然なくて、はいはい、それが芸術としてなるためには、はい、絵的にどうなのかって話になってきて、うん、で絵そのものっていうのを理解しないといけない。そうなんですよ、ね、はい、でそれが美大とか、うん、そういう美術関係の方とか、デザインとかをやっているとか、もともと持ってるそのセンスがあれば、はいはい、それは何らかできると思うんですけども、うん、それがやっぱりどうしても私自身がうまく、はい、うん、書けないっていうことが壁があって、それでなんとかそのじゃあ書じゃないものを学び直そうというふうに思った時に、はい、一番、まあ、身近で同じ墨を使う世界として絵を勉強すれば、はい、その書法が学べるんじゃないかということで、そうですね、今から10年前ぐらいですかね、はいはい、門を叩いて始めるんですね、はい、なるほど、はい、その墨絵そのものの世界の魅力っていうのはどういうところにあるんでしょうか。魅力ですね、はい、そうですね、やはりその、書と墨絵と似てるんですけど、はい、同じ墨を使って、はいはい、そうですね、水を使って、筆を使って、紙を使って表現をするっていうイメージの世界は同じなんですけど、ええ、やはりその技術というか技法が全く違うんですか。そうですね、ちょっと違うんですね、うん、はい、でどちらかというと絵の方は墨絵の方は水の芸術っていうふうに言えること、うん、水の水分の含み具合とか、はい、でよってその表現っていうのがすごく変わります。まあ、書も濃淡ということですね。濃淡ですね、ええ、はいはい、うん、で、まあ、書も最終的にはそっちの方に行くんですけども、はい、それを最初から学ぶことが墨絵は、はい、必要になってくるので、よりそこにフォーカスされたのが墨絵。そうですね、はい、でそれが魅力。魅力ですね、はい、でその状態をいかにこう駆使して、うん、もちろんその紙墨でも表現は変わるんですけど、はい、うん、水分で随分変わりますので、はい、なるほど、面白いですね、はい、まあ体験したいという外国人の方にとって、はい、魅力的なところというとそこですかね。そうですね、はい、あとは日本の、まあ、この景色があると思うんですけど、はい、目があったり松があったり、はい、竹があったり、はい、そういったものを絵で表現ができる、うん、のが実際にこの日本に来て、うん、で日本の描き方というか、はい、描き方とか日本の景色、はい、で景色を通して心を、はい、まあ、少しでも人生の体験していただければ、はい、はい、いいかなと、ね、なんか日本人の本質とかそういうのを、はい、見ること感じること、そう、描くこと、そうですね、景色で、まあ、五感から知識じゃなくて、うんうん、五感で感じてもらうには、はい、いいんじゃないかと、はい、それでも魅力だと考えてますね。はい、わかりました、はい、はい、じゃあすみません、最後になりましたけれども、はい、宮野さんの今後のその
墨絵の世界でこういうふうにやっていきたいとか、プランとか夢とかありましたら教えていただいてよろしいですか。もともと書から墨絵に入ったんですけど、最近はその墨絵の技法を使った書、うん、っていうことで、読書っていう世界を自分自身ができるようになってきたので、はい、さらに、はい、その書と墨絵の融合みたいな形で、はい、新しい作品っていうのを作っていきたいなと思っています。一般の人が見たら絵と字っていうふうに、まあ、言葉も違うので、はいはい、別世界になっていくけど、はい、宮さんの方これが融合されてて、はい、そうですね、ってことですね。はい、分かりました。はいはい、これからの活躍、いらっしゃいますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。